ね、本当に水の歌詞がこんなにも、こんな感じで、次に、ね、みりんを、まあ、大さじ2、皆様お待たせいたしました。トータルで、10日目の、ね、そうそう、麦多かったかな。本当に何だろう、コラボレーション。はい、今回は、大根を使って、干さない、たくあんの作り方をやっていきたいと思います。大体トータルで、10日間ほどで、出来上がります。まず、必要なものはね、まあ、もちろんこの大根、丸ごと1本ではなく、ハーフサイズで OK です。この半分のね、このカット版、これを、買ってきてください。で、カットにもね、上の部分と下の部分ってあるんですけど、下の部分の白い部分は、ちょっと辛味が、高いので、辛味成分がね、多いんで、その上の根っこのね、根っこでね、茎が生えているこの緑色っぽい方の、上の方のね、カット部分を買ってきた方がいいと思います。でちなみにこれは、ベルクさんです。で、あとは砂糖、酢、みりん、で、塩ですね。こちらを使います。で、まずね、塩ですね、塩。塩を、まあ大体でいいんですけど、30g ほど、測ります。で、カップにね、塩を開けて、で、沸騰したお湯を注ぎます。これ100ml、2分の1カップですね。これを、入れて、あとちょっと溶かします。沸騰したね、熱湯で、まあ、塩をね、完全に溶かします。そのまま馴染んできますからね、全体に。これで完全な塩水を作ります。ちょっと熱いんでね、冷まします。で、ちょっと先ほど言うの忘れてたんですけど、ジップロックかフリーザーパックとか、そういうね、保存の袋、保存袋、それね、二つ、ちょっと、用意しておいてください。こちら大根ね、ハーフカットのやつを、このままだとちょっと入らないんで、半分切ります。こうすれば中にね、入ると思うんで。で、特に洗う必要はないです。まだこの段階では。これ入るかな？ちょっと入るかな？ああ、なんか入んないっぽいな。マジか。今回ちょっと無理くり入れたんですけど、フリーザーパックとかね、用意するとき M サイズよりも、L サイズの方が入りやすいと思います。今回はちょっと奇跡的に2つ入りました。はい、こちらね、完全に冷めて、完全に溶け込んだ、完璧な塩水、こちらを流し込みます。で、ここで、まあ、問題というか肝心なのが、もうピッチピチに、パッツンパッツンにね、こう、ピチピチいけるのように、絞り取るように、このチャックするときね、気をつけます。できるだけこの密封というのが大事ですよね。こんな感じ。ちょっといまいちかな。まあいいや。で、これをね、冷蔵庫の中に入れて、まあ4日間寝かせます。で、1日にね、1回か、まあ、ベストなのが2回以上なんですけどね。まあ1日に1回か2回ほどね、
揉んだり、この今この状態ですけどね、例えば明日になったらこれをこう逆さまにするとか、まあ、いろんな体勢ですね。体勢、まあよこうは無理だと思うんで、ちょっとこうかこう一日交代とか半日交代でやるとまんべんなくね、この塩水が大根に漬け込まれます。あ、こうでもいいしね、こうかこうこうとか、まあ、こういうバージョンでちょっと1日2回ほどね、体勢を変更するというような感じでやってください。塩水につけてから、2日後の撮影となります。これは、まあ、大根からも水分が出ちゃってね、水かさが増えちゃってる状態ですね。でこれを逆側にして、まあ、大根全体にこの塩水が浸かるようにします。で予定通り4日間やるんでね、あと2日間、冷蔵庫で寝かせます。というわけで、塩水につけてから実に丸4日間が、経過しました。これね、本当に水の傘がこんなにもう増えちゃってますね。やっぱり大根からね、水分が出ちゃってるとかですね、このシワシワ感が、普通の大根のね、たくあんって作るとき外に干すらしいんですけど、吊るしてね、それを省いてるんですよね、このレシピは。それなのにこんなシワシワになる、なんかいいですね、割りながら。いいレシピだと思います。で、このシワシワになったやつを取り出します。で、こちらのブツを一回出して、あー、独特の、発酵したような感じの匂いがしますね。もうこれでもうたくあんっぽい感じの匂いになって、まあ、ほんのちょっとねなってるんですけど、ちょっとこれこんな感じ、こんな感じですよ。で、これまず水洗いします。で、水で綺麗に洗って、綺麗なね、ジップロックに移し替えて、次に、みりんを、まあ、大さじ2。1、2、と。で、酢、大さじ2。1、2で最後に、砂糖を 20g ほど入れます。で入れて、また例によって、まあちょっとまあ、ここでちょっと軽くもんだみにします。もんだみにして、また例によってピッチピチに、まあ、密封します。密封とは何ぞやと問う方もいらっしゃると思いますけど、まあ、こんな感じで、こんな感じですね。で、こうちょっと揉み込みますね。砂糖がちょっと残ってる場合はね、この砂糖を手にこうやって溶け込むような感じで揉みます。で、このみりんと酢の大さじ2って言ったんですけど、まあ、ご覧の通り、そんなこだわる必要はないです。適当に大さじ2で、やっちゃってください。こんな感じですね。上出来です。こんな感じ。で、これを、またね、再び冷蔵庫に入れて、今度は、6日間、冷蔵庫で寝かせます。これもね、例によって、まあ、1日に2回ほど、例えばこう、上と下を、こうやって逆にしたり、あと横にしたりしてもいいですね。要するに大根全体が、このね、みりんと酢と砂糖全体こう、浸かるような感じに、まんべんなくね、なればいいです。1日に2回ほど、やってください。で、これを、まあ、6日間、繰り返します。トータルで6日目の映像となります。こちら程よく、ね、ちょっと使ってますけど、これをまたこんな感じでさせて揉み込みながら、あと4日間ですね、寝かせます。はい、トータルで8日目の撮影となります。だいぶ
塩らしくなってきましたね。水分もね出てきて、いい感じになってきました。また体勢を変えて、あと残り2日間、冷蔵庫で寝かせます。ということで、よいしょ、皆様お待たせいたしました。トータルで、10日目の、撮影となります。いよいよ完成です。こちらが、10日間漬け込んだ、干さない大根、まあ、たくあんですね、まあ、こんな感じになってます。はい、というわけでこちらね、よーく水で洗いましょう。あ、今ね袋開けた瞬間に、あー、これだなって感じの匂いが立ち込めてます。はい、というわけでね、こんな感じですね。ビジュアル的に、あのやっぱ大根のね皮をねあえて剥かずに、そのままの方がね、あのたくあんらしい表面ができますので、こんな感じですね。たくあん、自宅でできる干さないたくあんですね。はい、まあ10日間かかるんですけれど、こんな感じに仕上がりました。これも、ね、ちょっと今から切っていきます。たくあんもねそれらしい感じに切っていきます。厚みはまあお好みなんですけど、食べ応えのある方がいいと思うんで、少々厚切りジェイソンでいこうかなと思います。ちょっと分度器型に、ちょっとこんな感じですね。はい、というわけですね、今切りたての、たくあん並べたんですけどね、まあこれが、まあ、大根の2分の1カットのね量です。まあ結構ね食い出があります。2週間くらい持ちそうですね。結構あの一見あのドミノ倒しみたいな感じになってるんで、ちょっとあの盛大にたくあんのねドミノ倒しをやりたいと思います。いきますよ。やっぱ無理ですね、重量があるんで。というわけで、まあ、話をちょっと本題に戻すんですけど、こちらね、あの、もちろん、今日、本日10日目なんですけどね、完成したんで、まあ、今日食べられるんですけれど、ここちょっとぐっと我慢してね、あの、明日食べるんですよ、これ、ね。今日あの、こう、切ったやつをちょっとお皿に乗っけてね、あの、ラップして、あの、冷蔵庫で、またさらに一晩寝かせます。そうすることによってね、ちょっと引き締まるんですね、このたくあんが。聞いたやつがね、引き締まることによってさらにあの美味しさがねあの増すので、ちょっとここはねちょっと食べたい気持ちをぐっとこらえて、まあ明日ですね、トータルで言うと本当はまあ11日目なんですけど、明日ちょっとこの切りたてのね、切りたてのね出来たてのたくあんをね食べたいと思います。はい、というわけでこんな感じでラップして冷蔵庫でまた一晩寝かせます。というわけで See you tomorrow。はい、というわけで翌日の夜となりました。本日がね、こちら自家製たくあんを食べる X デーとなります。やっぱね引き締まってますね、さらに1日寝かすと。これからね食べていくんですけどね、まずは先に晩酌のつまみ用としてね食べようかなと思います。こんな感じですね。あ、いい感じだ。いい感じです。このシワシワ感がいいですね、この表面の。本日は、ナスの炒め物と、まあ、ちょっとこのおつまみ系のやつとね、とホッピーでいただきます。さて。本当にたくあんはね、あの炊きたて飯に、熱いうちにね、ちょっと一緒に食べるのがいいんですけど、ちょっとまあ、一口目は。晩酌用のつまみとして、まあ、いただきたいところなので、私、こう見えて飲んべえなので、
この良さそうですね。ビジュアル的にこんな感じでいいか。じゃあちょっといただきます。うんうん、うん、うまい。味が密集してますね。中にじゅわってくるような感じ。この今回この自家製のたくあん作るのが2回目なんですけどね。1回目あの海苔弁を作った時にその備え用として作ったんですけど、それよりはさらに美味しい、美味しくできた。うん、あー、最高。はい、というわけでちょっと酔ってますけど、酒の締めに麦率高めの麦飯、ちょっとお米も入ってます。普通のね、お米も入ってて、麦率高めの麦飯を炊きたいと思います。はい、はい、麦飯が炊きました。現在、夜中の2時です。やばいっすねどんな感じかな。ちょっと麦多かったかな。本当に、あ、麦多めの麦飯ですね。でも百年前、江戸時代は普通の白米よりも麦飯が主体だったらしいですね。本当に麦 100% ね。これブレンドですね。要するに白米と麦の。あーでもこれ、あー、いい香りがする。純粋な麦の。あー、ビール好きはね、ビールイコール麦なんで、あ、これちょっとおこげがありますけど、ビール好きはビールイコール麦なんで、麦飯大好きなんじゃないかな。あー、いい香りがする。あー、これいいな。すごい、鍋で炊く麦飯、あ、いいかもしれない。はい、麦飯といいですね。自家製たくあんのコラボレーション、いい感じです。いい香りだ。本当に麦飯の麦の香りが純粋だね。この麦の香りが素晴らしい。うん、うん、ここにこんな感じで、うん、うん、酒の締めに、うん、これ最高。うん、うん、味噌汁も酒もいらないですね。この、なんだろう、
目の前にある、幸せ感。ね。